伏せ字。伏せ字、もしくは、伏せ字とは、何らかの目的で、特定の文章全文、特定の単語、単語の一部の文字を記号などに置き換えた言葉を指す。国を伏せる目的には次のようなものが考えられる。第二次世界大戦以前の日本では、治安維持法下で、思想統制が行われていた。思想書やプロレタリア文学のみならず、一般の小説等でも、 社会主義、共産主義、無政府主義といった極は、検閲を免れるために、不世辞とされることが多かった。この体制下において、言論の発信者が、自らの自由性を確保する、発表を可能とするために不世辞を用いていた。第二次世界大戦後の占領期の極初期では、形の上では、言論の自由が保障されていたものの、実際としては、 連合軍による検閲が実施されていた。戦時中には当たり前に使われていた伏せ字が検閲の痕跡を残さないために原則的に禁止された。現代においては作品研究の前提として戦前、戦中期に発表された本文に伏せ字がある場合、穴埋めにより伏せ字を除去する。このようにならされた作品本文では本文生成における作家の意識や 検閲制度への対抗措置が見えにくくなる。記号としては、丸や、などが多く使われる。比較的長い部分をまとめて伏せ字にする場合には、リーダーも使われた。雑誌である改造では、の、が用いられた。記号の読み方として、〇〇、バツバツなどが日本語では当てられることがある。また、関西地方の方言では、丸を、丸、バツを、ペケと呼ぶ。特に、 ペケは、横山康氏が好んで使っていた言葉である。罰については他に、ちょめちょめという言葉もあるが、これは、テレビ番組、アイアイゲームにて、司会者の山城慎吾が伏せ字を、よめちょめと表現して、流行語となったことが起源である。他には、空白や、意図的な語字も、伏せ字として使われた。これらの記号を使用すると、元の文章がわかりにくくなるため、 伏せ字部分に入るべき文字を別刷りとして密かに配布するということも行われた。また、この記号にはこの文字が入るなどの筆者と読者間の暗黙の了解により読み解かれていた例もある。例例は常に日本家天皇を意味する等である。事例には乏しいが、雑誌である芸術史上では1961などの数字を伏せ字とした。この数値は 五十音配列表の縦横の位置を示しているとされ、読者は掲載の号と対応した配列表を入手しなければ読み解くことは困難である。伏せ字の目的は文章を抹消するためであるので、原文と同じ文字数を記号化する必要性はないはずである。しかし、原文の文字数を無視した伏せ字の事例はほとんど見られない。これは、 問題のない箇所まで誤って伏せ字にしてしまわないように、伏せ字化の際に文字数を守る習慣が定着したと考えられる。また、印刷において足りない活字のスペースを確保するため、他の活字を伏せて食事する、上下逆さまに食事することを伏せ字と呼ぶことがある。印刷の結果が下駄の葉のような形に見えることから、下駄記号とも呼ぶ。 印刷技術の発達によって、現在では活字による食事はほとんど行われていないが、他方、電子メディアにおいて、文字集合の制約などで意図した文字が表示できない場合に、伏正字で補う場合がある。この伏正字には、や記号などが多く使われているようである。後者は一般に、下駄と呼ばれ、元々は活版印刷における、分線の際、見当たらない漢字に対して、 とりあえず適当な活字を裏返しに指しておいたものが、そのまま印刷されたことから来た記号である。極を書くす意図はないため、例えば、うち百は門が前に月きのように直後や文末に襲えることが多い。また、記号で伏せ字をする場合、意図的に伏せ字の位置や数を調整することで、読む側に、本来のものとは全く異なる単語や固有名詞、無関係な別人や団体、 商品名などを誤想記させることが可能な合わせもある。また、このような例としては、ダブルミーニング的な意味合いでも用いられる。伏せ字について、商標の侵害を防ぐなどの意味で必要という意見も、あれば、商標権とは、そのような趣旨のものではなく、この場合は侵害とは、無関係である、名前を出したからといって、商標の侵害にはならない、仮に問題があるとしても伏せ字にしても、 文脈からわかるため作としては、無意味である。伏せ字を使った表記が不快であるなどの理由で否定する、意見もある。中国語ではと呼ぶ。主に、日本語と同様に、罰を利用する。ジョナサン・イアベル、リダクテッド、ザ・アーカイブス・オブ・センサーシップ・イントランサージャパン、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス、2012,ISBN 978-0509534-06。 牧義士、伏字の文化史、検閲、文学、出版森原社者2014年 ISBN978 から48億6405万73915、17、34、43、46ページ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。